皆さんおはこんばんちは、おいもです。チャンネル開設から約2年、ついに動画が100本目を迎えました。当チャンネルではこれまで製品にない車両を積極的に制作してきました。またそれっぽくではありますが、時代国を問わずに作ってきました。今回はそんな車両たちの中から GM205 系キットから作った車両を特集したいと思います。グリーンマックスこと GM の205系エコノミーキット、ウプ主はこのキットから様々な車両を製作してきました。ということで、このキットから作った車両たちを紹介していきます。日本の車両だけでも6種類、さらに韓国の車両も5種類作っていました。同じキットからなんと11種類の車両を製作したことになります。11種類も。昨今の 3D プリンター技術の進歩でエコノミーキットも新しい可能性ができたのではないかと思います。皆様も製品のない車両に挑戦してみるのはいかがでしょうか。これからも当チャンネルでは作る楽しみに挑戦したいと思っております。そして温かい目で動画をご賞覧いただけると幸いです。シカカルは日々積んでばかりですが、いつの日か完成の日の目を見ることを願って結びの言葉とさせていただきます。